QK52 ルーナ M、ロシア語はソビート連邦の開発した戦術弾道ミサイルシステム。発射される QM21 ロケットは無誘導でスピン安定のみである。QK52 はグラオーの付与した名称で西側の付与した NATO コードネームはフリーロケットオーバーグラウンドのバクロニムであるフロッグマイナス7。ルーナ M は QM21 ロケットを ジル -135-X8 軍用トラックをベースに作られた QP113 電話に搭載したものである。この電話の特徴は QT29 輸送車両からロケットを再装填するために用いる大型油圧クレーンが搭載されていることである。QM21 は射程 70km に及び、セップは500から 700m である。 このロケットには 550kg のペイロードがあり、場合により、通常弾頭、核弾頭、化学弾頭の搭載能力がある。サンクトペテルブルク方兵博物館に展示される QT29 電話と QM21 ミサイルで構成された QK52 東ドイツの QP113、電話 QP113 電話1962年10月に q M21 の初期型が6発キューバ危機器においてキューバへ持ち込まれた。これらのミサイルは発射可能状態の核弾頭が搭載されていた。さらに70発の核弾頭が島内に保存されていた。ルーナはソ連の衛星国に広く配備されたほか、その他の地域にも輸出され、現在でも数多くが稼働状態にある。イラクは イランとの戦争の後にエジプトと協力し q、q M21 の改良を行い、射程の 90km への延長と、クラスター弾頭の搭載を可能にした。このロケットは、ライス -90 と名付けられた。ユーゴスラビア紛争において、セルビア側がこのロケットをジュパニアや、1992年12月12日の首都ザクレブなど、クロアチア側の都市へ多数発射し、 1993年9月11日のメダカ包囲戦においても用いられた。2003年のイラク侵攻において、米軍第三不評師団霊下の第二旅団司令部、戦術作戦センターのデビット・パーキンス米大佐は、目標として指揮下の兵士とジャーナリストを殺傷した、イラクのフロックマイナス7及び AL サマウドに、ミサイルを指定し攻撃した。14人の兵士が負傷し、主に、 ハンビーなどの車両を22両が撃破ないし、大破させられていた。2011年リビア内戦において、イギリス空軍の航空機が、カダフィ大佐支持の勢力が用いるフロックマイナス7を破壊した。2012年からのシリア内戦において、シリア軍が複数の反政府勢力支配地域に対しフロックマイナス7を発射した。青が現役、赤が大役済み。 ありがとうございます。